こんにちは、マスターアーティストの中瀬です。今日はペダルのレギュラーポジションとデッドポジションについて解説します。このレギュラーポジションは、スタンディングだけでなく、スキッド、リフトアップ、バックサークル等々に応用できる重要なペダルの位置なので、必ず覚えておいてください。まずはレギュラーポジションですが、ダウンチューブと平行から地面と平行までの、まあ、約45度。この間が一番トルクのかけられる位置なので、これがレギュラーポジションです。何をやるにもここがキーポイントになるので、この位置でペダルを止めることが多いので、よく覚えておいてください。で、次に、これがデッドポイントで、ペダルが真下、真上、要するに12時、6時方向に向いたときには、ペダルを踏もうが引こうが全く動かないので、ピストがコントロールできなくなります。ダウンチューブと平行なレギュラーポジションのときに、ペダルを、後足で押さえるだけでなく、前足でストラップを引き上げて、ロングスキップに応用できます。で、次に、地面と平行なポジション。ここは、ショートスキット、およびミッドスキットのポジションになります。で、次に、デッドポイントの真下。これは何もできないんですが、今後バックサークルをする上において、このデッドポイントをいかに回避させるかっていうのが、キーになってくるので、ここもよーく覚えておいてください。